今年息子さんが 9.2 落ちて東京まるまる大学に進学したんだよ。東京まるまる大学？いいじゃない。でもお父さんは気になりなんだぞ。少し残念そうだったよ。あら。他には会社の三角三角さんは四角橋大学を出ているんだけどね、今年息子さんが T9 に落ちて後期の 9.2 に進学したんだって。後期の 9.2 に至るなんてめちゃくちゃすごいじゃない。でもおとんは四角橋大学なんだよ。親を超えるのって難しいんだな。あら。お嬢さんが T 工大に進学した会社のなんたらさんは確かお父さんが東京〇〇大学卒だって言ってたじゃない。ああ、そこは俺を超えてしまっているな。それにこの前早稲田に受かった丸々くんのご両親は共にマーチ卒よ。そこも親を超えてしまっているな。うちはどうなんだろう。チャンネル登録よろしくお願いします。現段階では娘は確実に親よりアホよね。だな。息子ももう少し賢いと思っていたんだけど、せいぜいお父さんくらいなんじゃないかしら。おい、お父さんくらいの何が悪いんだ。あ、いや、でもこれ親が賢すぎると超えられる可能性が残っていないからプレッシャーがかかりすぎて親ほどにはならないのかもしれないわね。その点親を超えられる可能性がまだ残っている上智、理科大、マーチあたりの親の子は資質もありプレッシャーもかかりすぎず親を超えていくのかもしれないわね。そのケースでいくと俺は、そうよ、お父さんのお父さんが四角橋大学出身だったからプレッシャーがかかる。